2011年2011年のスポーツ2011年の日本競馬では2011年の日本競馬会についてまとめる。日本中央競馬会は2010年11月19日に中央競馬の主だったスケジュールを発表。平地の地方競馬は2010年12月14日にダートグレード競争の格付けが発表され。 2011年3月14日に2012年3月までの日程が発表された。また、これまでに2012年3月までに施行するダートグレード競争の日程と、東京大賞展が地方競馬としては初の国際 GI として12月29日に施行であること、及びジャパンブリーディングファームズカップ当日に新競争。 JBC レディスクラシックが創設されることが発表されている。なお、3月11日に発生した東日本大震災により、JRA、地方競馬ともに競馬開催の中止や日程の変更など大きな影響が出た。中京競馬場のスタンドの全面改築工事が実施されている中で、前年に続き例年と異なる開催日程となった。 この年も中山金杯、京都金杯を実施する初日は、例年通り1月5日となった。また、中京競馬が開催できない関係で本年は、京都と小倉開催を拡張して対応している。例年中京競馬場で行われる、高松宮記念を本年に関しては、阪神競馬場で開催し、同日の最終レースに毎日杯を施行した。このか。 施行後3年目を迎えるレパードステークスが、ギーに新規格付けされ、エリザベス女王杯の前哨戦にあたる、不中品場ステークスを GII に格上げするなどの変更が行われた。開催成績競馬場別の開催実績、及び日割りは、以下の通り。年間総売上は2兆2935億7805万3600円。 送入乗車数は615万1105人で、共に、前年割れ。地方競馬全国協会が公表した、平成23年度の地方、競馬開催成績によると、全国の売得金総額は3314億3768万2700円で、前年割れとなったが、1日平均売得金額は2億3724万9600円で、 前年を上回った。一方、全国の挿入場人員は371万3877人で、前年割れとなった。j r との指定交流競争は、コバの短距離路線として、オーバルスプリント、ヒンバ路線を呼び、JBC レディスクラシックのトライアル競争として、レディスプレリュードが、新たに追加、施行される。このか、先玉杯が統一。 ジェープニアに格上げされる変更が行われている。以下の各競馬場における日程予定は平成23年度となる4月から2012年3月までのもの。帯広自然年度より一週早めて4月16日に開幕し、2012年3月26日まで26回154日開催開催。 例年通り、全日程を帯広競馬場で開催し、重症競争は、前年度と同じく25競争を施行。ナイター開催は6月18日から10月10日までの51日間。金曜日で祝日となる9月23日と12月23日も、3連休に合わせて、イベントを開くとして開催。売得金総額は103億6190万800円。 挿入場人員は二十四万五千七百八十二人で、共に、前年割れ。北海道本年も、全日程門別競馬場で、ナイター競争にて実施され、四月二十九日から十一月十七日まで十五回八十日、開催。重賞競争は二十二競争を施行。フロイラインカップと、勝つ賞が廃止され、コスモバルク記念を新設。特別競争として、 グランシャリオ、門別スプリントが施行された。また、二歳馬の競争では、地方競馬全国協会の、平成23年度新馬導入推進助成事業、による、付加賞金の交付や、ジャパンブリーダーズカップ協会の支援で未勝利戦の、賞金増額を行った。一方、二歳馬における JRA 認定競争の、賞金や、ブリーダーズゴールドカップ、 北海道スプリントカップの賞金、3歳以上馬の出走手当などは減額された。スタリオンシリーズ競争は本年も継続された。売得金総額は114億7311万6800円で前年を上回ったが、挿入場人員は4万9889人で前年割れとなった。岩手県競馬組合2011年3月5日に、 当初日程を発表したが、直後の3月11日に発生した東日本大震災の影響で開幕を延期。5月14日から12月5日まで森岡競馬場のみで開催予定としていたが、水沢競馬場の復旧に目処がついたことから水卓でも12月10日から2012年1月9日まで開催した。競馬場ごとの開催実績は以下の通り、 二場を合わせた、売得金総額は145億9442万9千円、挿入場人員は24万1740人で、共に、前年割れ。当初水卓競馬場で、施行予定だった、重賞競争は、日高賞とビューチフルドリーマーカップが、森岡競馬場に変更されたほか、当初発表した以下のポイントについても、大幅に変更された。 森岡競馬場の芝競争を充実。年間7競争を地方競馬交流競争とし、新たに芝コースの重賞として、オロターフスプリントを新設。ダート短距離路線の新設。水卓850メートル、森岡1000メートルでの競争を実施。レディースジョッキーズシリーズの第一戦を水卓競馬場で実施。 北海道競馬との交流競争として二歳馬戦のシレトコ賞を追加。白母競争の実施日数を全年度比5日増。二歳馬の資源の確保と早期入給促進を図るために一部の二歳馬競争に付加賞金を支給。スタリオンシリーズ競争、騎手ハンデ、賞金ハンデ戦は本年も継続。特別区競馬組合、神奈川県川崎競馬組合。 埼玉県浦和競馬組合、千葉県競馬組合競馬場ごとの開催実績は、以下の通り。4馬を合わせた、売得金総額は1990億2108万2100円で、前年を上回ったが、挿入上人員は142万6285人で、前年はレとなった。 ダートグレード競争の格上げや JRA との指定交流競争の追加以外の変更事項は次の通り。東日本大震災の影響で開催日程を変更したほか予定していた重症競争も一部が中止延期された。新設重症として優秀スプリント、鳴らしのキラッとスプリントが追加。いずれも S3。試行時期の変更により、 マイルグランプリとゴールドカップの出走資格が3歳以上に変更。またロジータ記念とローレル賞が地方交流重賞競争に。レディスプレリュードとトツカ記念、オーバルスプリントとユングフラウン賞の競争格付けを SII に格上げ。トゥインクルレディ賞は廃止。サンターニタトロフィーの試行距離が1600メートルから1800メートルに変更。 サンターニタトロフィーの出走資格に海外招待馬が追加。東京大賞店は外国馬の出走が認められる。負担重量設定の変更。サンターニタトロフィーは別定に、ローレル賞は定量に変更。一着賞金額の発表。東京大賞店の一着賞金が1000万円減の7000万円に、 なるなど、一部の競争で、賞金額が減額される。ただし SII に格上げされた、戸塚記念のように、賞金額が増額、または据え置かれる競争もある。愛知県競馬組合、岐阜県地方競馬組合競馬場ごとの、開催実績と発売成績は、以下の通り。名古屋競馬の主な変更点は次の通り。 スーパージョッキーズトライアル第2戦を10月21日に実施。新設重賞として名古屋でラウマスプリントを追加。ジャパンブリーダーズカップ協会協賛によるヒットスタリオンシリーズの新設。このシリーズ競争は北陸、岩手、東海の4競馬場での勝ち馬投票権の広たがい発売が行われる。スカパー。 エキサイティンググランプリチャンネルでの競争中継の実施。石川県、金沢市県へ、市営を合わせた、開催実績は21回78日。売得金総額は95億7812万1800円で、前年を上回ったが、挿入常時人は23万1091人で、前年割れとなった。主な変更点では、 白山大賞店の総額賞金が増額され一着3100万円となること、ヒットスタリオンシリーズの新設が挙げられる。兵庫県競馬組合本年度は、姫路競馬場での開催がなく、全日程を、その田競馬場で施行。競馬場ごとの開催実績は、以下の通り。売得金総額は314億3180万2000円で、 前年を上回ったが、挿入場人員は57万65人で前年、割れとなった。兵庫ダービーも、その競馬場で施行。また、兵庫大賞店は5月5日、新設重賞として、その FC スプリントが6月23日に施行。福山市22回96日開催。売得金総額は十三億百四十一万五千百円で、 前年を上回ったが、挿入場辞任は154,424人で、前年割れとなった。高知県競馬組合19回94日開催。売得金総額は71億4,695万9百円で、前年を上回ったが、挿入場辞任は5万7,334人で、前年割れとなった。佐賀県競馬組合21回101日開催。 売得金総額は102億7074万800円。挿入上辞任は33万2809人で、共に、前年割れ。荒尾競馬組合12回50日開催。売得金総額は36億5290万300円。挿入上辞任は6万3460人で、共に、前年割れ。 競馬開催の廃止荒尾競馬組合は2011年12月23日をもって全ての競馬開催を終了し競馬事業を廃止することを12月1日に発表12月23日の第12回荒尾競馬5日目をもって1928年の競馬場開設以来83年の歴史に終止符を打ったなお荒尾競馬場における JRA の場外発売は引き続き行われている。他、立ち口方競馬の場外発売も2012年3月まで、荒尾競馬組合が行った後、2012年4月より、日本レーシングサービスが引き継ぎ、施設名も、バオ・アラオに変更。場外発売所、ニューウェーブ大崎は2012年3月で閉鎖された。3月12日13日の中央、 競馬開催中止を伝える刑事中央競馬では2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響で12日と13日に予定していた中山競馬場、阪神競馬場、小倉競馬場の全競争が中止された。最も大きな被害を受けた福島競馬場ではスタンドの天井が一部で崩落するなど施設が激しく 損傷したほか、東京電力福島第一原発事故の影響で、ババの除染や芝コースの張り替えも余儀なくされた。中山競馬場でもスタンドの一部で天板が落下したり漏水するなどの被害が出たほか、東京競馬場でも被害が出た。当初は中山も含めた、大体競馬の日程を発表した JRA は火を追うごとに、深刻さを増す地震や津波の被害が、 明らかになると方針を転換し、開催中止を含む大幅な日程変更を発表した。3月19日から27日まで5日間の開催は、東北関東大震災被災地支援競馬として、実施し19.20日は、阪神、小倉、21日は阪神のみ、26.27日は、阪神、小倉で開催した。また、ダービーデート、 夏季競馬における白母開催を含めた4月下旬以後の発送時間に延長は電力事情に配慮しすべての競馬場で取りやめることを発表し予定していたダービーデーと安田記念デーの1日に重症の開催も当該 G1 のみを日曜に開催する土非分割に変更された2011年の開催をべて中止した福島競馬場では 本馬場の除染や損傷した施設の復旧工事を施し、2012年4月7日より競馬開催を再開した。地方競馬でも盛岡競馬場、水沢競馬場、船橋競馬場で施設に被害があり、震災当日に開催を行っていた大井競馬場では途中でレースを打ち切った。特に被害の大きかった盛岡、水沢競馬場での競馬を主催する岩手県。 競馬組合は当時損敗問題に揺れており、第24回マイルチャンピオンシップ南部杯の開催を JRA 東京競馬場に振り返ざるを得なかったものの、施設の修繕費などを地方競馬全国協会が支援するなどの経費削減に努めた結果、県競馬そのものが廃止される事態は免れた。競争日程の変更主場開催である中山競馬を 合計12日間連続で中止したことにより、GI を含む重症競争やクラシックに向けたトライアル競争も大幅に変更された。変更の対象となった重症競争、変更後の日程は下表の通り。上記のほか、中山で試行予定だった特別競争のうち、アネモネステークスとペガサスジャンプステークスは取りやめとなった。 被災地支援競争 JRA は、下表の競争を、被災地支援競争として施行。いずれも、JRA プレミアムレースを取りやめ、売パ上セの5%相当額を拠出する。また、ダービー、安田記念当日の最終競争はそれぞれ、重症競争が、プレミアム被災地支援競争に予定されていたが、日程変更措置により最終競争の、1日に重勝。 とはせず、前日に開催し、被災地支援レースには別の平地特別競争を割り当てた。地方競馬でも、時系列中で示した各組合が、被災地支援競争に準ずる支援を行っている。3月ウィンズ一時閉館を伝えるポスター4月5月6月7月8月9月10月12月2012年1月6日。 発表2012年1月11日発表2011年より、サラ系は、ボバ、品場別で表彰されるようになった。地方競馬は、地方通算のものと、中央、地方通算があるが、それぞれ出展によった。記載は、市名の順。この年に生まれた、競争馬は2014年のクラシック世代となる。内に重症症案、もしくは実績を示す。 ありがとうございます。